どうも赤ショッピーです、今回の生態入荷情報になります。まずは熱帯魚からいきましょうかね。熱帯魚こちらになります。まあ、そんなにあの入荷はしてないんですけれども、はい、こちらは、レッドソードテールになりますね。まあ、その名の通り赤一色です。でこちらが、紅白ソードテールですね。まあ、こちらキャッチュいただいているカメになります。はい、スポッテッドブッシーです。まあ、ちっちゃい方ですね。コケ取りの名人でもあります。はい、こちらオレンジスポットセルフィンプレコになります。まあ、でかくなるんですけれども、コケ取り肉食とかね、大きな魚が入っているところのコケ取りには使えます。ゴールデンラミレジです。たまに来てますね。はい、ドワーフレインボーフィッシュですね。綺麗なやつです。はい、コリドラスパンダ。こちらアピストの赤シジダブルレッドです。これオス。こっちがメスですね。はい、レッドテールキャットの赤ちゃんです。はい、魚は以上ですね。水草に行きます。水草 と、観葉植物が入ってきております。どこ行くかな。はい、これアヌビアスミニマですね。ちょっと細い系の葉っぱになります。でこういうやつ観葉植物も入ってます。ちょっとバラバラに紹介しますね。サンセットまあ、これホレマリレッド、エキノドロス の人気のシリーズですね。これはなんだ、あ、これはあれだ、ミクロトリウムのトライデントナロー。状態は大丈夫ですね。大きい株です。ただ見えるかな。はい。これですね。じゃんじゃん行っちゃいます。で、観葉植物他にもこの中にもいろいろ入っております。はい。久しぶりに入荷したアクアフルールのクリプトコリネフラミンゴになります。ちょっと一時ね、入荷がなかったんで心配したんですけれども、久しぶりに入ってきました。で、こちら苔類ですね。苔類が入っております。はい、こちらが、ラゲナンドラですね。グリーンのやつです。でかっ。トリプレア。ワンツーグローシリーズのヘアグラスショートですね。まあ、植物入れるカップ。あとね、こういうのもあります。ちゃんと行きますね。めっちゃ綺麗ですね、この観葉植物。名前はこれですね。ボルピディスのベビーリーフですね。これはかな、前景にかな、大
大丈夫そうですね。はい、いきます。どんどんいきます。これまたシンプルな植物です。はい、ここにも植物たちです。はい、こちらは800円で売ってる植物たちですね。これはアルビアスのバルティニーダークエンジェルです。と、こちらがヨセファランドラですね。クラガンナロ、リトルナローかなですね。はい、こんな感じです。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。